そうですね、まあ、5号が足りないのか、5号、208が足りないのか、リン酸カリですよね。あの多分化成肥料で計算の方でもそうなんですけど、だいたい窒素の3倍ぐらいリン酸のカリを入れるんですね。はい。でそうなるとティラエスってあの窒素が3でリン酸が1でカリが1なんですね。逆なので、むしろ3倍窒素を入れちゃってるんで、どうしてもそういう場面でどうしても208に頼らざるを得ない。他にリン酸カリの資材があれば、まあそれを買うっていうのもいいと思います。でも何も言えないです。もティラエスぐらいしか、あ、そうです。多分、まあ、ぐらいを適当にしか入れてないので、そうですね、確かにティラエス、毎回ティラエスだけの方がやって連作ができなかったので、次208だけ入れたらできたっていうこともあるんで、やっぱ窒素がちょっと過剰になっているという、まあさすがには窒素なくてもできるって言われるぐらい、まあ他が窒素するっていうぐらいです。今まではちょっとさつまいもは簡単というイメージだったんですけど、なんかちょっと、まあ、収量的に少ないかなと思って、はい、まあ、刺し方が悪いのかもしれないんだけど、まあ、そうです、まあまあ、実際にはもう数年の全体に数量が生産量も下がっているというのもありますね。まあ、その、まあ鹿児島が一番の産地ですけど、もう年々下がってきて、まあ、今ほとんど今年茨城、まあ、なんとか1位は守りましたけど、茨城とほとんど同じぐらいの面積するようになってしまったので、出来が悪いってことですか？そう、出来が悪いですね。元腐れ病とか、病気が、もう移る病気でも。